コタバ都市の一コタバ都市は、フィリピン南部ミンダナオ島の南部に位置する都市の一つである。コタバとバレーの米など農業産品の集産地として、古くから栄えた。町の中心は、ミンダナオ有数のタイがリオグランデデミンダナオが、モロアンに注ぐところから数キロメートル遡ったところにある河口である。コタバ都市は、バンサモロジチ地域のマギンダナオ州の境界内にあるが、その州からは、 独立している。バンサモロ自治地域にも属さないが、その事実上の中心都市となっており、行政機関や議会などが置かれている。バンサモロに住むムスリムの宗教的中心として、重要な都市である。近くにコタバ都市があり混同されるが、コタバ都市分割以前は、コタバ都市は、コタバ都市内にあったものの現在では、離れた場所にあり何の関係もない。コタバ都市は、 ソクサーアージェン地方に組み込まれていて、この地方の中心的な役割を持つ都市である。北は、リオグランデ・デ・ミンダノの川を挟んでするタンクダラと、町と、東は、カブンタラン町と、南はダト・オディン・シンスワット町と接している。町の西側が、イラナ湾の沿岸で、その南に広がるモロ湾に続いている。 面積は176.0平方キロメートル、人口は299,438人である。コタバトは、コタバト平野を潤す大河の川岸にあり、稲作や、その集産、輸出で栄えてきた。この地域には20世紀に多くのキリスト教徒がフィリピン北部、中部から移住しているが、以前から強大な勢力を誇ったムスリムのマギンダナオ族も多い。 地元には民族音楽クリンタンや独自の織物、カ楽器作りなど豊かな文化が伝えられている。コタバとはマギンダナオ族の言葉のクタワとあるいはマレー語のコタバツが由来でどちらも意味は石の要塞である。この地には古くからマギンダナオ族の王国の本拠があったが16世紀にジョホールから来たシャリーフ・ムハンマド・カブンスワンがイスラム教を紹介して 王族の姫と結婚、マギンダナ王国はスルタンに率いられコタバとヒラノの農業力を背景とする強大な国家となった。スルタン・クダラットが治めた17世紀には、ミンダナオゼンを支配し、マニラのスペイン人植民政府も手の出せない存在となったが、やがて勢力も衰え、19世紀半ばにはコタバ都市もスペイン人の支配するところとなった。1903年には、 新たな支配者のアメリカ植民地政府がモロ州の一部としている。コタバ都市には1942年に日本軍が上陸、その後1945年にはフィリピン学会を図るアメリカ軍との間で激戦地となっている。コタバとは戦後コタバ都州に属していたが、コタバ都州が分割された現在ではマギンダナオ州に囲まれながら、どの州にも属さない町になっている。 ありがとうございます。